林記録から1950年12月17日は、明治後期から戦前昭和期の歴史家、法学者、政治家。数密顧問官、衆議院議員、帝国学士院会員、慶応義塾長、初代愛知大学学長等を歴任。号は、広志堂。遺体君等は、正四位、君三等局実中受賞。日本の外交史研究の先駆者として知られている。 佐賀県松浦郡田野村に、豪族、中村清七郎の四、男として生まれる。幼名は、中村紀六。母は、唐津藩氏、浦川久右衛門の次女。十歳の頃、中江町民の門下であり、普通は辞書を、同名出版から出版し、東京府で仏学の史塾を開いていた、実刑、中村秀穂が帰省の際に伴われて上京。学ぶこと二年。兄。 秀穂の漢学の詩である、林武道が、神田小船町の塾舎、茂る神学者を閉じて、郷里の香川県高松市に帰省するに際して、林武三郎の学館となり1882年に、高松に渡る。茂る神学者で漢学を学ぶ。林武道は、会位、オントロールを、合法来楽にして花肌酒を好んだ。香川県下の資産家は、その学風大いに上がり、 競って、指定を学者に送り、宿り企画学生は、数百名に及んでいた。また、賭場藩から来た、教師、栗原良一から、ウィリアムスーイントンの万国史を教わる。1889年に塾頭である、林滝三郎に認められて、林屋の養子となり、本籍を高松市に移した。5月に再度上京して、慶応義塾生か、 4日3番の入入学学試験を受けて1892年、慶應義塾聖火を主席で卒業。翌年、慶應義塾大学部分学科に入学。1895年に、慶應義塾大学部分学科を主席で卒業すると、福沢諭吉の混成により翌年には、同校の教員となる。新橋を立って、高松市に帰省し、 学士などで援助した高橋良平の娘沢と婚約。1901年から4年間、慶應義塾の学士留学生としてヨーロッパに留学。ルロアボーリュー教授の指導を受けるために留学地をパリと希望し、さらに慶應義塾側の要請により、英国に渡って英国憲法を学ぶことを追加される。フランスに到着すると、パリ政治学院に入学し、 欧州外交史や比較憲法学を学んだ。1903年1月からパリ東洋語学校の日本語講師を職託。フランス人外交官で日仏会館の創立に尽力したジョルジュ・ボンマルシャンは林記録の制度であった。欧州からの帰と米国に立ち寄りアメリカ議会図書館において日本国の開国及び明治一新関係の資料を調査研究して帰国した。 英国の法制度や外交史に関する研究には、主として大英博物館外交文書室を利用。さらに、休暇を利用して、南ドイツ、オーストリア、ハンガリー、セルビア、ブルガリア、トルコ、ギリシャ、イタリアを検分。ブルガリアのソフィアで、内部マケドニア革命組織、マケドニア革命党の右派の活動家、ボリス・サラフォフの自宅に訪問して、 約2時間に及ぶインタビューを行い、ここで、単に学問的探求心だけでなく、政治への関与を意識した。1905年帰国後に、政治学科教授となり、文学科、河江定一、理財科、堀切全米、法律科、神戸虎次郎、政治家林記録、大学予科、田中水一郎、慶応義塾商工学校、宇山達也、慶応義塾商業学校、 清水成分の夫人で1910年に学科主任となる。1908年に東京高等商業学校の教授を兼ね、外交史を教える。1923年にジスまで東京商科大学でも教えた。1912年5月の第11回衆議院議員総選挙に香川県軍部区から立候補して当選以後4期連続務める。 立憲声優会に所属して大正政編で活躍、その後の声優会の第一次、山本内閣への参加に反対して、離党、声優会を脱会して新たに声優クラブを組織し、中政会結成に参加するが、後に声優会に復党した。この間、1913年に山本内閣に対して、軍部大臣現役部官制が、 県政運用上首相の権限抑制と政治的地位の相対的低下の利用を狙っているものとして山本に改正を約束させ、薩摩罰の大官僚山本に対して質問を行って論議及び後の同期停廃止のきっかけとなった。1916年に君四等随法上を賜る。1919年のパリ平和会議及びブルッセル万国議員召事会議に参加。 同年法学博士を授与される。翌1920年には現内閣で高等官二等となり、外務省直任参事官に任命され、管理を兼務。のぶ、聖五位、君三等随法省。外務省の直任参事官として、横田千之助、萩原正奈松平常夫と共に、ワシントン会議に参加した。1921年に高等文官。 試験臨時委員となる。その他、文政審議会委員、満州国統計会議名誉委員などを歴任。1928年に朝日中受賞を賜る。1917年から1920年まで、慶応義塾大学部政治科学長。1923年から1933年まで、慶応義塾長を務め、退任後も法学部教授を務めた。その後、 帝国学士院会員、日本放送協会理事、法巡者理事長、東和道文会理事などを務める。大東亜戦争による敗戦で、東和道文会が解散指定を受けると、解散直前の東和道文会の役員であった、会長、この江文丸、副会長、安倍信之、理事長、津田静江と相談し、外務大臣、吉田茂宛,宛に生産人代表として、 財団法人東和道文会と東和道文書院大学解散の認可を得て生産に尽力。戦後の1946年から日本国憲法施行による数密院廃止まで数密顧問官を務めた。また、数密顧問官と東和道文会理事であった関係から愛知大学所大学長となり、1950年に78歳で死去するまで務めた。 敗戦時の東和道文書院大学長であった本間基一が誇示したため、協議の結果、全東和道文会理事、全慶応義塾長の林記録博士に頼む以外に、ないとの結論に達し、同じく外地から引き上げてきた台北帝国大学や、京城帝国大学などの学生と教員と共に、新たな愛知大学の設立という形に踏み切った。ありがとうございます。